皆様こんばんは、カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。10月の10日の木曜日でございますが、10月10日というとね、昔は体育の日、僕らの頃はそうだったのよ、若い頃は。今はね、まあ体育の日という日は定められておりませんが、昔はお休みだったんだよね。まあ、東京オリンピックがね、開催された、年、昭和39年ですね、その4月、10月10日というところで、まあ、体育の日と、なったそうなんですけれどもね、今は普通のただの平日でございます。さて、このカズチューブ、まあ、オフになって、ちょっと寂しいよね。ね、あさって12日にクライマックスのファーストステージがスタートして、来週半ば水曜日には今度はファイナルステージがスタートするというところで、まあ、去年の今頃はさあそのクライマックスに向けてというところで、まあ、去年その前、さらにその前、過去3年というのはね、そういう感じだったんだけれどもね、寂しいね。まあ、その分ね、オフが長いんだけども、皆さんのお便りを紹介しながら、皆さんとお話をしながら、カズチューブ進めていきたいと思うんですけどもね、まあ、いろんな情報も僕は、言えることは皆さんにお伝えできればなというふうに思っておりますけれどもね。ですね、因数分解さんから頂戴しました。毎度、最近知って見始めました。あ、そうなの、ありがとうございます。内容がとても面白くてラジオ感覚で聞かせてもらっていますということ、ありがとう。まあ、ラジオっていう感覚で聞いてください。まあ、お前の顔見てもしょうがないんでね。だから、まあ、ラジオ感覚で聞いてもらえればというふうに思っております。さて、昨日から始まった今年の、まあ、2024年シーズンのベストプレーを振り返るという企画、毎年やってるんですが、今年はスタート早いね。何度も言うようにポストシーズンがないからね、オフが長いんですが、さて、今日は2回目ということではありますけどもね、まあ、今年はそのオフが長いんで、もういくつか頂戴しておりまして、メッセージありがとうございます。追って皆さんの、ベストゲーム、選んでくださったベストゲームを紹介していきますんで、お待ちくださいませ。引き続きお待ち申し上げておりますね。今日は白鷺さんから頂戴したお便りをご紹介します。お前さんお疲れ様ですということ。今日もこの中に原稿が入っておりますよ。今シーズンのベストゲームですが、まずは8月23日ロッテ戦、ラオウさんのサヨナラホームランで勝ったゲームかなということで、現地観戦しておりました。今日も点が入らないな、今日もあかんかな、まあ、今日も点が入らない、今日もあかんかなというね、これが今年のオリックスを象徴しておりますね。という流れの中で、8月18日のゲームでホームラン2本打った杉本選手がホームランを打ってくれました。あの時も泣きましたが、この日もライトスタンドでみんな喜びましたねということ。ラオさんはあかん時はほんまダメですが、これがあるんですから、ラオさんは頼りになりますねということ。あかん時はほんまダメって、これいいけども、まあでも本当頼りになるんだよ。いいとこで打つんですよ。 T さんの引退試合もそうでしたがということで、そうなんだよね。だからラオさんって、まあまあ、打率とかホームランの数ということで言うとね、彼の本来の数字ではないと思うんだけども、お立ち台に出すケースって彼多いでしょ、結構ヒーローインタビューに立つシーンがね。でやっぱりいいところで打ってんだよね、目立つところで、まあ、それが杉本裕太郎の素晴らしいところでございます。さあ8月23日ロッテ戦、振り返ってまいりますね。今年はロッテに苦しみました。なかなかロッテ戦勝てなかった、まあ、特にゾゾマリンで苦しんだという印象があるんだけども、この日は、まあ、もちろん京セラのゲームだったんですね。先発はバファローズが、この時はカスティーヨ、一方のマリンズはカイケルと、まあ、両外国人の先発で始まりました。でもう白崎さんがお書きになったように、まあ、投手戦ですよ。オリックスは点が入りませんでした。でまずバファローズ先発カスティーヨ、素晴らしいピッチング、5回を78球被安打2にまとめて無失点ですよね。で早く援護点が、入ればよかったんだけども、カイケルもよかった。カイケルは7回までいって94球被安打3で、無失点に抑えるんですよね。まあ0対0という、まあ、そういう、まあ、緊迫したゲームではあったんでね。でカスティーヨも2度ほど結構ランナーを得点圏に背負ってピンチがあったんだけども、そこは
この日はね、あのチェンジアップが冴えていた。そのチェンジアップを決め球に使って三振に奪って、そのピンチをしのいでいくのね。で5回0点に抑えて、でオリックスは6回から継投に入って、鈴木投手、吉田輝星投手、山田投手、マチャドと、繋いでいくわけで、まあここで、まあ、0点に抑えていくんだけども、マチャドが良かったよ。9回3者連続三振、素晴らしいね。チェンジアップで空振りを取れば、まっすぐ見逃し、田村を三振打ち取るなんてボールは素晴らしかったですね。3者連続三振というところで、まあ、ピッチャーは9回まで継投で0点に抑えるわけですよ。でマリーンさんも8回までゼロですよ、オリックスさんを抑えるわけね。で、まあ、それでそれまでカイケルが、まあ、7回まで投げたんだけども、カイケル攻略のチャンスは1回あった。4回先頭バッターの太田くんがセンター前にうまくね、あのバット内側から出してセンターの右へ運ぶセンター前ヒット、本当にうまいヒットでした。彼が今シーズン、まあ、打率がぐっと上がったのはあのバッティングができたからということなんだよね。来シーズンはもう怪我なくフルで頑張ってほしいね。太田くんが1年通じて例えば143試合出ることができればどれぐらいの数字を残せるか楽しみですもんね。だからその太田選手のヒットで先頭バッターが出た4回の裏ね、カイケルから続くバッターは森友哉。森友哉選んでフォアボール、ノーアウトランナー二塁一塁、さあ好投カイケル攻略なるかという、イニングだったんだけども、続くバッターは杉本裕太郎、期待できますよね。ところが杉本さんは浅い、ライト線へのフライに倒れてワンアウト、ライトフライ。続くセデーヌも打ち上げて、これも浅い右中間へのセンターフライ、ツーアウト。バッターは続くバッター、ツーアウトランナー二塁一塁で西川龍馬、打ち上げてレフトフライ、浅いフライでスリーアウト。そうね、杉本、セデーニョ、西川がいずれも外野フライ、ライト、センター、レフトと打ち分けてアウト3つになるという、攻撃で、まあ、この時も、あ、今日はもうしんどいかなと思いましたね。なかなか一本が出ないという、まあ、そんなゲームでもあったんだけども、さあ9回ですよ。9回の表、さっきも申し上げましたマチャドが、3者連続三振に打ち取ってさあいい流れ来たかなと思ったんだけれども、9回も太田選手がセカンドゴロ、で続く森選手が三振でツーアウトランナーなし。マウンド上には、マーリンズ守護神の増田投手が上がっている、ね、で増田劇場を我々期待したんだけども、簡単にツーアウト、太田君セカンドゴロ、森君三振でツーアウトランナーなし。そしてバッター、迎えるバッターは杉本裕太郎という場面だったんですよ。まあこの流れでいくと、あ、白崎さんのおっしゃるように今日も点が入らんな、今日もあかんかなという感じの展開ではあった。ところが杉本も粘って3-2まで行って、フルカウントからのボールを打って、打球はセンターの右へ伸びていく伸びていく伸びていく、入った杉本裕太郎、サヨナラホームランというところで、オリックスは連敗を止めるゲームということだったね。連敗3で止めるというところで、素晴らしいホームランでした。3-2から見事センターの右へ大きなホームランですよ。このホームランでサヨナラ勝ちということになって勝ったというゲームでございました。まあそんな感じで今日は第2回ということ、昨日は8月18日のゲームね、というところで俊平太が復活のマウンドというところで、で今日は第2回は8月23日ラオウさんの自身初のサヨナラホームランだったのかなこれね、というところで、素晴らしい一発が出たというゲームで、まあしんどい試合だったんだけど、なんとか勝ったというゲーム。まあでもピッチャー陣が頑張っていく中で、最後9回2アウトランナーなしからラオウさんの一発で決まったというホームランでございました。そんな試合でございました。というところで、今回もありがとうございました。で明日ですけれども、明日はね、10月の11日の金曜日、岸田守新監督の就任発表記者会見が行われます。でその模様は、BizTV ですね、 YouTube チャンネルでも配信することになっておりますので、ぜひそちらの方で皆様、もしよければ見逃しもできると、アーカイブも残ると思いますので、ぜひご覧くださいませ。そして、まあ、明日もちろんこの後もね、ベストゲーム、皆様から頂戴したベストゲームを紹介していきますけれども、一緒に振り返ってまいりますが、明日はどうか岸田新監督に、まあ、期待すること、岸田監督にはどんな野球やってほしいか、マモさん監督にはどんなことを期待したいかというのがありましたら、またお寄せください。明日はそんな話ができればなというふうに、思っております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。そう、岸田監督に期待することを
どうぞ、このコメントなんかお寄せくださいませ。またご紹介したいと思います。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。カズチューでした。じゃあまた。